ミキちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。はい、おはようございます。今日は、和モダンの間。あそこにちょびちゃんいてる。あ、入っていったね、また。はい、なっちゃんに、はい、いっちゃん。いっちゃんはボンさんの側近やな、いつもな。いつも側近におんな。うん、で、どっか行ったな、でも。あ、ちょびちゃんばおい。ちょびちゃんばらね。で、きたろうちゃん。もうこれ伸びんねんね、これ以上。はい、きたろうちゃん。男の子は誰やろ。あ、シナモンちゃんかな。水玉ちゃん。ちょっとランちゃんがここ。ランちゃん。ランちゃんもなかなかね、宇宙なんかやから。で、シャープちゃん。シャオちゃん、まだ小足逃げてますね、シャオちゃん。で、叩くから、逃げてます。で、フンちゃん。ね、フンちゃんに。これと、トトちゃん。トトちゃん、基本はそれで、それで、サッポロちゃん、今、まず外行ってました。ね、サッポロちゃんを。ね、可愛い顔してるんやけどね、ほんまに懐いた可愛いんやけどね、この子、ね、残念に、ほんまにもう家のらなってるから。これさっきまでそこに3匹おったけど、今2匹かな。はい、チャコちゃんとシナモンちゃんかな。これと、はい、ピちゃんとラズちゃん。ラズちゃん何目開けんの、目おかしいんだろ。よしよしよし、おいで。はい、それと、はい、ピース。ピース元気やな。体重も増えてそうやけどね。また測ってみなあかんね。ね、ピースくん。この調子でね。はい、ヤマトくん。ヤマトくん。でも今日うんこがね出てなかったね、そんなにね、いつも大量に出すね。ね、あとはい、ようやくね落ち着いてきたね、武蔵ですね。はい、それとラテちゃん。ラテちゃんどうですか、調子は。ラテちゃん、ほらいっちゃん。はい、ニック。ニック。ニック。ちょっと電気つけよう。はい、ニック。やっぱり電気つけたら全然ちゃうね、これ。ねえ。この電気結構やっぱりいいですね。ねえ、ニック。全然見やすいね。これ電気、ほんまに消したらこんなんだね。ほら。ねえ、全然違う。武蔵のかな。ヤマト君もね、まあ、この電気なかなかやっぱり正解やね、つけて。あー、はい、よしよし。それで昨日夜プレでまた文書文書さんね、あのスパチャくれてるということでありがとうございます。それではそのちょっと上を見てみようかな。あ、ここに何匹かおんね。誰がおんやろ。あ、みーちゃんと水玉ちゃんとマイズルちゃんとちょびちゃんや ね。また背中向けてるから見えないね。こっち短いからちょっと見えない ね。あれがミーちゃんやね。ミーちゃん、もう一個のやつ持ってこなかったな。これ新しく買うたやつでもちょっと短いね。でマイズルちゃん、
今見てこのロゴどんなかも落ちてなかね、どんな汚れてないんかな、ゲロとかないとかね、見やんと分からへんね。ね、昨日はあのポンさんお休みで、ね、皆さん心配してくださって、ね、事前に、ね、あの言うてほしいということで、ね、休みの時は、ね、言うようにします、ね、心配してくださってありがとうございます。それとで昨日あのハッチのねマーキーあのおしっこ臭をちょっと作っとってんけど、パソコンで作ってたけど、どうもね YouTube の方にアップできなくてね難儀してたんけど、またハッチのね動画できてるんでアップできしたいね、また皆さんに見てもらいますんで、まあ、おしっこねマーキングに悩まれてる方もね、ほんまにねやっぱり一匹飼いとかね、その子をね個別にすることによってね治ったりするんじゃないかいうような動画なんでね、まあ一度試してみてはいかがですかみたいな感じのね動画なんで、ねそういう人たちに知ってもらいたいかなと。まあ今日はどうやら天気良さそうやね。いっちゃんの方に甘えたやからいっちゃおう。まあ、顔見せなあかんで、お前、顔。ええ顔見せなあかんで。なあ。わかってる？あと、誰かおったかな。全員、これで全員ちゃうかな。あ、ランちゃんが動いたよね。こういうのは貴重やからね。日頃見えない子が、日頃見えることは。ね。武蔵。まあ、お薬ちょっとお刺しもね飲んでる最中なんで、お薬切れたからどうだいうことやからね、ほんまにね。ちょっとランちゃんあたちょっとどこ行くの、あお外行くの。まあお外でね、あの川を入ってこないようにするためにここ置いてるんやけど、まあ、これも効果かな。今回のやつはずっとついてんねん。俺前のやつはやっぱり失敗やね。まあそんな感じで、それと昨日びっくりしたのがね、前に言ってたあのスマックからキャネットやったか、キャネットやったか、まあ、ヨードランの卵が入ってるか知らんけどね、 7.5 キロで1900円だやつ、昨日買いに行ったら一気に2500なんぼも上がってるのはちょっとびっくりやね。これでスマックが2300なんぼで、そっから消費税の部分がねむっちゃ高なってるやんみたいな、びっくりしました。ほんま戦争の影響と卵の影響がわからんけど、むっちゃ上がってますね、ほんま。まあ、誰か言ってたように、今、あったけど、あの、今使うてんのはキャネットやったかな、ヨードラン光、キャラットやったかな、キャネットかどっちかなんですよ。ヨードラン光の卵が入ってる 7.5 のね、ご飯。それがよく食べるちゃうかな、今。ね、たまにやるからかもわからんけどね、うん。基本、スマックとそれは好きなんでね。だけどびっくり、ほんまに、この先どうなるのかな、思うこと。ね、ご飯が一気に500円上がってるのは、ちょっとびっくりしました、ということです。はい、ありがとうございます。ハッチーズから一言。餌やり行動だけでは、不幸な子猫を増やすばかり。第一に、去勢手術を行ってね。